じゃあ、お疲れ様でした。あ、みたいな。はい。あ、もうお帰りですか、ね、はい。なんか今日やってないみたいです。すいません。おはようございます。おはようございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。困惑させてしまいました。お疲れ様です。はい、シンバル買ってきました。お、すごい。ちょ、割れちゃったんで。 あれ巨匠が割ってる。はい巨匠が割ったことになってる。そっちの方が面白いからなってるんですけど、普通に割れました。まあまあ、はい、正直ですからね。はい、巨匠が割りました。マジですごいんですよ、巨匠さん。シンバルは割ったじゃないですか、今回。あのヘッド、ドラムの皮をへこませるのも常習犯なんですよ、あの人。クラッシャーなんですよ、あの人。あんなパワードラマ、他でもあんまり見たことない。ないですね、いないですよ。だって、もう1曲しか叩けないですよ、多分あの人、あの感じだと思う。いや、カメラ回ってみたらすよ。おはようございます。おはようございます。カメラ落とします。カメラ落とします。いやいや、いさこと、おはようございます。やだよ。よろしくお願いします。見たことない、そんなの。大丈夫ですか。見たことない。牛の矢、大丈夫ですか。大本さん、はい、八木さん怒るよ、ちゃんときっちりしないと。ごめんなさい、ほんとすいません。八木さんがいつも怒るんだから。ごめんなさい、ごめんなさい。そろそろいで、ちゃんと。やばいやばいやばい。八木さん来ちゃうし。やこんなこと やってるとこ見たことない。面白い。面白い。こういう人たち面白い。おはようございます。おはようございます。一緒に家から来た。はい、同じ家から来た。ちょっと止めてもらって。吉勝の。いや、高めたくて。高めたくて。高さも。高さも。一言も喋ってくれない。最近喋んない人だよね。なかなか口開かない。口開かない。うわぁ、ありがとう。うち2年前ぐらいか持ってますけど。え、そうなんだ。はい、知らんかった。これ履いて映画見に来ました。おぉ、すげぇ。すげぇ。こんなに知らん。めっちゃファンか、めっちゃミーハーか、どっちか。ファンもミーハーだろうですけど。出た。いいマグロっぷりですね。はい、いいマグロっぷり。マグロ、はい。締めないで。神経締め。神経。脳天から。脳天。脳天。笑えた。笑えた。ね、打ち上げプランっていうのを見るとね。打ち上げするの？いないの？どっち？笑えことね。牛めし余った。牛めし。八木さん、この今日の牛めしはどうするんですか。捨てます。フードロス問題禁止。やばい、きつい。きつい。死んじゃう。きつすぎて。牛丼か。野菜ある。サラダだけ。あと牛。野菜と牛。野菜と牛。うん。米は何粒？寿司ぐらい。え、寿司の何？一貫。実際でもね、変なものは食ってないです。ちゃんと野菜とか。まあ、米とか食うにしても、うん、朝か昼。あ、なるほどね。夜は糖質は取りません。えらい。そんなの当たり前です。ああ、その当たり前ができてないんです。だからこうなるんです。それだったらいいですよね、米食ったって。米は食いたいですからね。まあね。まあ朝か、まあ、日本人たるもの。朝か、朝と昼は、朝か昼かはね、米食わしてくださいよ。例えばだから、玄米とか15分米とか。いいっすね。うん、あの今日のお弁当の牛丼なんですけど、どうすればいいですか。食べなきゃいいんです。もしくは上積みだけ食べればいい。出た。お肉だけ。これもちょっとだけいいですか。だから上層の米ぐらいはいいんだ。
上層の米って何？汁ついてる。汁ついてる。で、下を食べなきゃいい。よく上層の米じゃない。めっちゃよくないですか？めちゃめちゃいいことですね。そう、高校の友達めっちゃセンスあるんですよ。紹介しましょうか。紹介してください。全然。なんかでもちょっと最近はなんか、トト仕事でドラム叩くのとか忙しそうなんですよ。あ、そうなんです。あ、友達だ。イエーイ。あ、友達がいる。友達です。どうも。変わんねえな、ヤギは。ほんと高校の時から、高校の時から変わんない友達です。出会い頭これだったもんね。出会い頭の竹やばかったよ、マジで。これでしょ。そんな感じで嫌い。なんでそんなになっちゃうの。竹馬って呼んでよって言われて、うん、そうそう、おおってなって、やっぱ高校からね、はっちゃけたいなと思って、中学まで友達いなかったんですよ。高校デビュー。高校デビュー。で、勇気って呼んでいいって言われて、うん、おおってなって、いつの間にかヤギ氏になった。勇気って呼んでいい、おおってなった後、誰も勇気って呼んでる人いなくて、あ、やばい、浮いたら出る杭が打たれると思って。敏感だな。周りの目に敏感なんで。いいですよ、呼んでも。え、いいの、勇気。ちょ、このくだり、MC でもやろうね。じゃあ、ヤギ氏きっかけの MC で。エレファント。ハゲタズラして歩く。何笑ってんねん、こら。今日俺の MC の時に、あの、じゃんけん大会しようと思ってて。おー、なるほど。はい。何をかけるじゃんけん。わかんないです、まだ決めてないんですけど。なるほど、これから。あ、プレゼントあり。竹の使用済みパンティーとかにしよう。みんな欲しがるだろうな。俺も欲しいもん。今ここにあります。これプレゼントします。この廊下を通るたびに、巨匠がすぐ帰った日のことを思い出す。ゆみさん、毎回言ってる気がするんですよね。まあ、思い出しますよ。思い出がね、強すぎて。確かに。ここちゃんと、自分が思ってるより、足上げて走んないから、そうそう、こけるって。はい、あそこでこけます。そうなんですよ。めっちゃ走ったの。あれですね、追いつけなかったですよね。追いつけなかった。いなくなってましたね。全然巨匠がさっきのようになっちゃった。懐かしい。あれ絶対巨匠走ってたじゃん。めちゃくちゃ走ってました。さあ、FC ツアー1本目ですね。1本目ですね。始まりますね。始まります。エビスヒットルーム、いよいよ。なかなかやらない曲が多いんでね、怖いです。あの、思ってた以上にリハが緊張感めっちゃ危ない。ちゃんと確認、ちゃんと確認します。真面目なり走ってた。疲れただから。今日は2023年 FC ツアー初日、渋谷恵比寿リキッドルームでございます。渋谷渋谷区なんね。渋谷恵比寿、渋谷区の渋谷区恵比寿リキッドルーム。渋谷区あ、よろしいですか。はい、よろしく。うれしい。ヤモリってすげえ聞こえる。ありがとうございました。